スターテニスアカデミーのサブチャンネルテニスタ解説。はい、はい、小野さんサブチャンネルを解説しました。 おめでとうございます。ありがとうございます。でもちろん小野田さんや高尾さんに、はい、収録の裏側とかですね、はい、そういうのもやっていこうと思うんですが、はい、それ以外にですね、まあ、スタテにたくさんのスタッフが関わっておりますので、はい、ますね、はい、まあ、ちょっとどういうふうに番組作っていってるのかとか、なるほど、なんか我々がどういう考えで、うん、番組作っていってるのか、なるほど、同じ話してますまあでもそういう裏側を、はい、まあ、皆さんにちょっと知ってもらって、ね、はい、もっとこうファンを増やしていきたいと。そうですね、どういう考えで番組作っていってるのかまあ簡単ではないっていうことですね。そうなんですよ、お伝えしたいんですよ、はい、あとはスタテニではちょっと緩すぎるかなみたいなのとか、うん、ちょっと挑戦的な企画とか、うん、YouTube ならではの、はいはい、まあ、そういう、そうですね、実験的な企画とか、あ、いいですね、ちょっとドッキリとかやりたいんですよ本当は。いや、これはここは無理です、この場は無理ですそれをサブチャンでやろうか。そうそう、サブチャンネルでちょっとドッキリ、もうちょっと YouTube らしいバラエティっぽさがあるような感じです ね、 うですね、もうちょっと僕らがどういう考えで番組を作っていってるのかアピールしたいみたいじゃん。お伝えしたいんですよ。なるほど、なるほど、はい、ということで、じゃあ、はい、そこはそこで一生懸命やって、そうですね、ちょっとそちらの方も見ていただきたいと思います、はい、ぜひ見てみてください、はい、よろしくお願いします。